皆さんこんにちは。昨日はパク・クネ、大統領がですね、もう本当に辞任に追い込まれたという、まあ、日本の近隣諸国のですね、こう動揺っていうのは非常に激しくなっていて、まあ、我々はまあ歴史のまあ長い体験からですね、この両国を見るっていうことで、まあ、非常にその日本から見るこう両国っていうのは、まあ、今まではですね、中国や朝鮮から日本の文化がやってきたとか、そこからね、こう我々は学んだみたいなことでずっと来たんですけども、その学んだと、まあ、称する、つまり教えたと称するこの両国が、こんな低落になり始めたということで、まあ、そんなことはなかったんだということのですね、まあ、証明みたいになってもいるわけで、まあ、非常に、まあ、本来の日本の在り方、日本のですね、本当のこの実力というものが、やはりまあ今、厳然として出てきているということがはっきり言えると思うんですね。まあそれをですね、我々歴史からですね、この掘り起こして、その証明をしていくということをずっと続けているわけですね。で、それがまあある意味で、今、身を見つつあって、で、今日は実を言うと私の場合は歴史、ちょうどアップトゥーデートなっていうかですね、この、まあ、教科書問題をずっとやってる我々との関係で、聖徳太子の問題を私はその後でやることになっておりますが、今ちょっとお話ししたいのは、その、慰安婦問題もですね、歴史認識の問題としてまああるということで、皆さんもご承知になると思うんですが、で、今、一番問題になっているのは、この少女像がですね、慰安婦像が、やたらに建てられているっていうことがあってですね。で、これに対する学会や、研究者の、あるいはそういう、まあ、ジャーナリストたちがみんな語ってはいますけれども、このことをですね、ちょっと調べてみますとですね、慰安婦像っていうのは一体何者かと、何だということをちょっとでも考えるとおかしいんですよ、あれは。実を言うとですね、少女像を作った人はですね、キム・ウンソンという人とキム・ソギョンという人なんですけれども、この人がなぜあの少女像を作ったかっていうとですね、この人の二人はですね、韓国の反米活動をやっている人なんで、で2002年ですね、アメリカ軍の装甲車が、その女子中学生を溺死したということね。で、それを引き殺したということで、それで作ったのがあの像なんですね。で、米韓同盟の廃棄しようという運動をやってる人なんですね。米兵をいじめ続け、追い出そうといったスローガンを引っ掛けて、米軍基地にデモをしている人なんです。で、キム・ウンソンというのは2007年にもですね、この親北朝鮮団体の民族美術家協会の事務長として、まあ、北朝鮮にも訪問している人なんです。つまり、反米団体の平和と統一を導くサラムドゥルの記念碑建設の委員にもなっている人なんです。で、これを見てわかるようにですね、あれは慰安婦像とは全く関係ない像なんです。あの少女像っていうのは。ですから、あんなものをですね、各地に作って慰安婦像なんて言ってるのは、この、もともとおかしいわけです。で、我々がちょっとでもですね、学問的に調べてみれば、あんな少女像がですね、慰安婦像、特に日本人に関わる慰安婦像なんて言って、世界中に設置されるっていうのは、もともとおかしいんですよ、あれは。あれは朝鮮人のただこう、女子中学生がですね、アメリカの装甲車に惹かれた女性。ですからちょっと私たちがね、真面目にこの像を研究すればですね、今までなんかあれがもう、
絶対的なですね、慰安婦像みたいなことでですね、言われてきて、で、それをもうみんなジャーナリズムを全部認めてるっていうことは、元来おかしいわけです。だからあれは慰安婦像じゃありませんよということをはっきり言えばいいんですよ、あんなものは。だからそういうことでですね、いつの間にか、つまりそういうことをきちっとこう考える、あるいは学問的というほどでもないんですけれども、あれがどういうつもりで建てられたのか、どういう人が作ったのか、どういう意図で作ったことをちょっとでも調べればですね、あんな像がデタラメだっていうことはわかるんですよ。で、それがですね、まあ、いつの間にかたくさん作られて、皆さんもあれは慰安婦像だと信じ込んでですね、でなんかこう、恥ずかしい思いをしているということが、自体が、もともとおかしいんだということをですね、皆さんもはっきり言わなくちゃいけないと思うんです。ですから、あんな像は一切慰安婦には関係ありませんと、もともとはね。で、あれはもう単なるこの韓国の中学生だということを皆さんもしっかりとですね、で、まあ、この、まあ、私の話もですね、今撮って映像で流してますけれども、やはりそういうことでですね、皆さんもこのそういうことをこう全国に日本人は少なくともそういうことをはっきり認識してほしいと思うんですね。で、大体このそういうことと同時に、まあ、私はですね、もともとそういう彫刻のことももともと研究しているわけですけれども、慰安婦像であんな若い子がですね、まあ、作るっていうのも大体芸術的なセンスがないということなんですよ。やはりああいうものはですね、やっぱりこうそれだけ経験してしまった、まあ、老婆がですね、やはりそういうことをこう今言い出しているわけですから、そういう像にしないとリアリティがないわけですよ。ですから、ああいう、で、いかにもイノセントなんですね、こう、なんか、こう、単なる少女の、まあ、何も知らない少女が騙されていくような、まあ、そういう一つの、こう、姿をしてますけれども、こういうこと自体もですね、おかしいわけで、このチマチョゴリを着てですね、朝鮮人慰安婦の模したとされますけれども、大体、椅子に座って左が空席なんですね。こちらから言うと右が空席なんで。で、それがどういう意味なのかということが、まあ、空いてる椅子は正義を未だに証言していない、高齢で死を迎えている生存者を象徴しているなんて、勝手にこう、今はもう、言ってますけれどもね。あれは結局、応募に、つまり慰安婦の応募した女性が椅子で待ってるっていう、そういうイメージしか考えられないですよね、一つ。そして一方のこう空いてる椅子の人は、もうこれが結局この慰安婦として行くのをもう本当は行きたくないんだっていうので諦めていった。で、これはなぜそういうことを言ってるかというとですね、 OSSこの私の研究では OSS 文書が最初なんです。慰安婦のことを述べているのは。これは、ね、戦中に出ていまして、1944年ぐらいですかね、文書に出てくるのが最初のこの慰安婦の問題なんです。それはどういうことかっていうと、最初は看護婦としてこう募集したっていうので応募した女性が、それ不参加なんかですね。で、それが広島にやってきて、それからそこからビルマとか戦線に送られるっていう、そういう物語の女性が言ってることとして出てくるんですね。それはですから看護婦として雇われてで行ったんですけど、でもこれはですね、どう見てももう最初からその女性は、慰安婦として行くという、慰安婦と言わなくてもいいですけど、まあ、とにかく、そういうこの、先生に送られるわけですから、そしてその、
看護婦としてのほとんど今までの訓練も受けてない人ですから、その女性はね。ですから明らかにそういうことを知って行かざるを得なかった女性の物語が、OSBS 文章の、つまり、ああいう諜報機関で出している放送に載ったんですね。それがラジオ放送された、その体験談として残ってる、記録が残ってるんですけれども、その人は、つまり、看護婦として募集されて、そして、日本に連れて行かれて、それから、先生に行くという、そういう経緯で、そして、連れて行ったところが、その慰安婦、慰安婦というか、そういうですね、兵士の相手をさせられるというようなことに、なったという、そういうこの嘆きを、綴ったものなんですけれども、やはりそういうことですと、やはり、とにかく、あの時代に、朝鮮でもですね、この仕事がなくて女性もですね、やはり生活していかなくちゃいけないということで、応募せざるを得なかったという、そういうことがよくわかるわけですね。ですから、この席が空いてるような、こういうこの、慰安婦像というのは、なんかやはりそういう、待っている応募あるいはそれを呼び出しを待っている女性にしか見えないですよね。あれみんな皆さんはどういうふうに思ってですね、慰安婦像を見てるか分かりませんけれども、やはり我々から見るとね、そういうふうに考えることをしか考えないの。私は美術家ですから、そういう形を見ると、どういうふうに、どんな意味かっていうのは、考えるわけですけれども。で、大体慰安婦を作るなっていうことは、日本人だったら屈辱的ですよね。自分たちがいくらそれやっても、そういうのを忘れようとするのが普通じゃないですか。で、そういうことがもし、他の国からやられたことであっても、それは我々が弱かったんだ。我々が愚かだったなっていうことの反省がどっかあるわけでですね。ですから、あんなものを作ることは到底日本人だったらしないし、日本人どころかやっぱり他の国の人だって絶対しません。ああいうことはね。だからそういうことをわざわざ自分たちのですね、愚かさを、わざわざ作るということで、それが強制されたみたいなことを言ったとしてもですね、それを応募しているということ自体で、やはりですね、その像をわざわざ作るっていうことはありえないことなんですよね。ですから、で、その後ですね、あれに実を言うとこういう説もあるんです。もうあれがなんか一つの宗教像になっちゃってですね。で、一生懸命着物を着せたりして、つまり日本で言えばお地蔵様ですね。あれになってしまったと。宗教の信仰の対象になったなというようなことも言う人も、バカな人もいるんですよね。で、それはもう殉教者みたいなことで、あの像を言ってるんだ。ところが、こういう、調べてみれば、そんな経緯を見てみれば、あんな慰安婦像ではないっていうことと、そして、あの像をですね、慰安婦像と見ること自体もおかしいんだということをですね、やはり、知らなくちゃいけないだろうと思う。いずれにしてもですね、クネ大統領があれを、撤去するということを約束したはずなのに、その方がですね、こうやって辞任してしまうということが、次のですね、この、ムン・ジェインさんという方がどう出るか知りませんけど、そういう呼び声が高い、左翼の人がですね、どういうふうに、おそらく反日で、もうそういう撤回することはないと思うんですけど、もともとあの像は、慰安婦ではありませんよということははっきり言えば、向こうだってですね、やはりもっと、たじろくだろうと思うんです。ですから、そういうことがですね、やはり、我々は、やっぱりそういう冷静に、ものを見ていくということを、していくことが、イデオロギーで見てるってことよくわかるでしょう。あれは、もう、慰安婦だとそう決め込んでですね、そして反日の運動の一つのイデオロギーの、このシンボルとして見てるっていうこと自体が、
やはりおかしいんだということですね。まあ、次は今日も非常に講師として毎年来ていただく非常にモンゴル研究でももう日本の第一人者であられる、そして日本のことを非常によく研究されて、仏教も非常に専門としてですねやっておられるわけで、まあそういう講義をじっくり聞きたいと思います。その後で私はまた聖徳太子の問題を述べたいと思います。じゃあよろしくお願いします。